加工食品に表示されている栄養成分表示ですが、その活用の方法について紹介します。栄養成分表示をうまく活用して、皆さんの健康の保持増進につなげていただけたらと思います。私たちは毎日食べ物を食べ、体を動かし生活をしています。スーパーやコンビニエンスストアなどで並んでいる食品の中から健康や栄養のことを考えて食品を選ぶとき、目安となるのが栄養成分表示です。平成27年4月1日に食品表示法が施行され、容器包装に入れられた加工品には一部の商品を除いて栄養成分表示として熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウムが必ず表示されることになりました。このナトリウム量は食塩相当量に換算して表示することになっています。これらの5つの項目は生きていく上で不可欠であるとともに、取り方によっては生活習慣病といった病気にも深く関わっています。どの栄養成分がどのくらい含まれているのかは食品を見ただけでは分かりませんが、それを分かるようにしたのが栄養成分表示です。栄養成分表示を見て上手に食品を選び、必要な栄養素を過不足なく摂取できれば、健康の維持増進を図ることに役立ちます。このスライドは平成28年10月から11月に行った徳島県県民健康栄養調査の結果から、徳島県民の状況をグラフ化したものです。40歳から74歳の方の結果を見ると、適正体重と言われている BMI20 から25までの方の割合が減少していることがわかると思います。そして高齢期の方で BMI20 以下の痩せている方、つまり低栄養の方の割合が増加しています。また男女別に見てみると、男性では BMI25 以上の肥満の方、女性は BMI20 以下の痩せ気味、痩せている方が多く、注意が必要です。まずは体のメカニズムについて見ていきたいと思います。食べ過ぎや運動不足により、体に必要なものを取りすぎている状態が続くと肥満となります。肥満になると高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病のリスクが正常の場合と比べて高くなります。そして悪化すると脳血管疾患や心疾患、慢性腎臓病になるリスクが高まります。ですので肥満にならないように注意することが大切です。逆に低栄養の状態が続くと筋肉量が減り、疲れやすくなったり、筋力が低下することで身体機能が低下、活動量が減り、エネルギー消費量が減り、食欲が低下し、食事量が減ることにより、さらに低栄養が悪化します。また、筋肉量が減ることで基礎代謝が低下し、同じようにエネルギー消費量が減り、食事量が減ることによって低栄養が悪化するという悪循環に陥ることになります。それがフレイルの原因となり、要介護状態や死亡のリスクが高まることになります。そうならないためには、摂取エネルギー量と消費エネルギー量のバランスを保つことが重要です。消費エネルギー量はじっとしている状態で消費しているエネルギー量、つまり基礎代謝と運動や生活活動時に消費しているエネルギー量の合計です。摂取エネルギー量は食事から取るエネルギー量のことで、加工食品ですと栄養成分表示をチェックするとわかります。食事から取るエネルギー量が消費されるエネルギー量より増えると太ります。消費されるエネルギー量が食事から取るエネルギー量より増えると痩せます。つまり、自分の体が太ったなと感じるときは、食事から取るエネルギー量が消費されるエネルギー量を上回っているということです。そのメカニズムを知った上で、栄養成分表示をどう活用したらいいのか見ていきましょう。消費者庁が作成したパンフレットをもとに紹介していきます。じっくり詳しくパンフレットを見たいという方は、
最後に消費者庁のホームページを紹介しておりますので、パンフレットをダウンロードしてご活用ください。まず、自分にはどれくらいの栄養が必要か確認してみましょう。あなたの BMI はどのくらいでしょうか。体重キログラム割る身長メートル割る身長メートルで求められます。例えば、身長が165センチメートル、体重が55キログラムの人の場合、55割る 1.65 割る 1.65 イコール 20.2。20.2 が BMI となります。BMI は人の肥満度を表す体格の指数で、エネルギーの摂取量や消費量のバランスの維持を示す指標として用いられています。目標とする BMI は年代によって少し異なりますが、ここに書いてある値が目標とされております。この値より大きかった人は肥満傾向にある。この値より小さかった人は痩せの傾向にあるということになります。あくまで求められた値は目安です。これをもとに自分の食事の取り方を考えてもらえたらと思います。次に身体活動レベルを見てみます。一日のうち座っていることがほとんどという方は低い。座っているのが中心だが、歩行や軽いスポーツ等を行うという方は普通。移動や立っていることが多い仕事、または活発な運動を行っているという方は高いとしてください。先ほど見てもらった活動レベルと年代から、おおよその必要なエネルギー量がわかります。年代や身体活動レベルによって、一日に必要なエネルギー量の目安が変わってきます。また、目標とする BMI の範囲を上回っている場合は、ここにあるエネルギー量より控えめに、範囲を下回っている場合は、ここにあるエネルギー量より多めにするというふうに調整する目安となります。これはあくまで目安ですので、この量をとっていても痩せる人はこの値より多めに、この量をとっていても太る人はこの値より少めに、といったように調整します。エネルギー量以外の1日の摂取量のおおよその目安量はこちらにあります。これは身体活動レベルが普通の場合の値になります。1日あたりの値を朝、昼、夕の3食で割った1食あたりのおおよその目安量がこの表の通りとなります。これも身体活動レベルが普通の場合を参考としています。では、栄養成分表示に示されている栄養素の働きについて説明します。まずはエネルギーです。エネルギーは生命機能の維持や身体活動に利用されます。エネルギーの摂取量と消費量が等しいときは体重の変化はありません。健康の保持増進、生活習慣病予防のために望ましい BMI を維持するよう摂取と消費のバランスを取ることが大切です。エネルギーを産生する栄養素は、タンパク質、脂質、炭水化物の3つがあり、それぞれ割合として、タンパク質はエネルギー量のうちのおおよそ13%から20%、脂質は20%から30%、炭水化物は50%から65%が目標となっています。次にタンパク質です。タンパク質は、人体の骨格や筋肉などの組織を構成する主要な要素であり、酵素やホルモンの材料として代謝を調整するなど、さまざまな機能を果たしており、生命機能の維持や身体活動に不可欠な栄養素です。肉、魚、卵、大豆や大豆製品、乳製品等に多く含まれています。筋肉をつけたい方や維持したい方は、タンパク質と一緒に炭水化物も十分に摂取するようにしましょう。効率よくタンパク質を体に取り込むことができます。脂質については、特にダイエットをしている方はできるだけ取らないようにしているかと思います。ですが、脂質は細胞膜の主要な構成成分であり、脂溶性ビタミンを体に吸収するのを助ける重要な働きがあります。
人の生命機能の維持に不可欠なエネルギー源となっています。ただ、摂りすぎると肥満や心疾患のリスクを高めることも分かっており、適切な摂取が求められます。脂質の多い肉や油、マーガリン、バター、油を多く使った揚げ物やスナック菓子、洋菓子に多く含まれているため、そういった食品の食べ過ぎには注意が必要です。炭水化物の最も重要な役割はエネルギー源としての機能です。炭水化物は糖質と食物繊維からできており、糖質は体内で分解されるとブドウ糖になります。脳や神経組織等の組織は通常ブドウ糖しかエネルギー源として利用できないため、糖質は重要な栄養素です。ただし、摂りすぎると体内で脂肪に変わり肥満の原因となります。ダイエットをするときに炭水化物を減らしている方もいらっしゃるかと思いますが、炭水化物が体内で足りなくなると脳や神経組織が十分に働かず、正しい判断ができなくなります。むやみに減らすのではなく、バランスを考えながら摂取するようにしましょう。ご飯やパン、麺、芋、砂糖、砂糖を多く使ったジュースやお菓子に多く含まれています。最後に食塩相当量について。食塩はナトリウムと塩素からできています。栄養成分表示ではナトリウム ×2.54÷1000 イコール食塩相当量の計算式で、食品中のナトリウム量を食塩の量に換算して表示されています。ナトリウムは体の浸透圧を調節しており、生命機能を維持するために必須のミネラルです。しかし、摂りすぎると高血圧や胃がんなどの病気を引き起こす可能性があります。これらの5つの栄養素は義務表示といって、必ず栄養成分表示に表記されることになっています。5つの義務表示の栄養成分、エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量の他に表示されている栄養成分もあります。自分の体に合わせそういった栄養成分も参考にするといいかと思います。では栄養成分表示の活用の仕方について見ていきたいと思います。例えば朝食に主食としてトースト、主菜にハムエッグ、副菜にサラダ、飲み物に紅茶を食するとします。そのうちの食パンとトーストに塗るいちごジャム、ハムの栄養成分表示を確認してみましょう。まず食パンとボンレスハムは 100g あたりで、いちごジャムは1食分あたりで栄養成分表示がされていることがわかります。食パン1枚あたりのエネルギー量や栄養成分の量を計算して出すには、まず栄養成分表示に記載された量を A、その食品単位あたりの量で割り、一斤あたりの量をかけ、一斤をスライスした枚数で割ります。それを踏まえて食パンの食塩相当量を計算してみましょう。まず食パン1枚あたりの栄養量を計算するには、食パン1斤が何グラムかを確認しなければいけません。重さを測るのが一番早いですが、それ以外にも食パンに1斤の重さが表示されている場合はそれを参考にすることもできます。1斤が 360g だった場合、食パン1枚あたりの食塩相当量は 1.0g 割る 100g かける 360g 割る6枚イコール 0.6g。 食パンを2枚食べているので 0.6g かける2枚イコール 1.2g。同じようにボンレスハムが1枚 37g と仮定して食塩相当量を計算すると、ボンレスハムの食塩相当量が約 2g。 いちごジャムは1食分あたりで栄養成分表示がされています。食パン2枚とボンレスハム2枚の食塩相当量は 1.2g プラス 2g イコール 3.2g。成人女性の1日あたりの食塩の目標量が 6.5g 未満ですので、食パンとボンレスハムだけでその半分近くを取っているということがわかります。昼食を見てみると
冷凍食品とインスタント食品を利用しています。両方1食あたりで表示されているので計算も簡単ですね。両方の値を足した値が昼食で取った栄養量となります。1食あたりの目安量と比べてみましょう。エネルギーは冷凍チャーハンが434キロカロリー、中華風インスタントスープが27キロカロリー、合わせると461キロカロリーで成人女性の目安量よりは少なめです。食塩相当量を見てみると、冷凍チャーハンが 2.4グラム、中華風インスタントスープが 1.1グラム、合わせると 3.5 グラムとなり、成人女性の1食あたりの食塩の目標量を超えており、1日あたりの食塩の目標量の半分以上を摂取することになりますね。スーパーなどで加工食品を選ぶとき、商品に塩分控えめやビタミン C たっぷりといった言葉が書かれてあるのを見たことはありませんか？そういった表示を栄養強調表示と言います。特定の栄養成分が多く含まれていたり含まれていないことを表すもので、そういった表示をするための決まりが食品表示基準に定められています。ここに栄養強調表示の基準が定められている栄養成分や表現例が記されています。表示基準の決まっている栄養成分は、例えば栄養成分の高い旨を表示できる基準を満たしていれば〇〇豊富と表示することができます。栄養成分表示と一緒に見ることで、自分に不足していると思う栄養素が多く入った食品を選んだり、取りすぎが気になっている栄養素が少ない食品を選んだりするときの参考になりますね。次にバランスの良い食事の選択の仕方について考えていきましょう。ある時の A 子さんと B 子さんのメニューです。A 子さんはおにぎりおかずセットとサラダ、ヨーグルトとお茶を。B 子さんはおにぎり2個と春雨スープ、プリンとお茶を選択しています。おにぎりやデザートなどよく似たものを選んでいるように見えます。それぞれの栄養量を見てみると、全体的に A 子さんの方が多いようです。特にエネルギーとタンパク質に注目してみると、エネルギーは A 子さんが648キロカロリー、B 子さんが545キロカロリー、タンパク質は A 子さんが25グラム、B 子さんが 16.1 グラムとなっています。1食あたりの目安と比較してみると、A 子さんの選んだ内容だと食塩相当量は少し多いようですが、それ以外の栄養成分はおおよそ目安の量を取れています。一方、B 子さんはエネルギーだけでなく、タンパク質や脂質、食物繊維などが目安の量よりも少なくなっています。こういったように、食品の選び方によって摂取できるエネルギーや栄養成分の量に差が出てきます。それぞれの栄養成分の摂取不足が続くと、生命機能の維持や身体活動に支障をきたすことになりますので、食品選びも重要です。バランスよく食べるといいと耳にされたことがある方もいるかもしれませんが、その通りで、何かが多すぎても少なすぎても体は不調になってしまいます。自分の必要量を知った上で、栄養成分表示を確認する習慣を身につけましょう。それでは、栄養成分表示の活用例を見てみましょう。A 子さんが選んだお弁当と B 子さんが選んだおにぎりを比較しています。おにぎり1個ではどうしてもお弁当よりは栄養成分が少なくなってしまっています。タンパク質も量が全く異なりますね。タンパク質も体を作るにはとても大切な栄養素です。エネルギーだけを見ていてはそういった不足を見逃してしまう可能性もあります。もしおにぎりを選択したい場合は、タンパク質の多い食品を追加で選ぶことでタンパク質の不足を補うことができます。栄養成分表示を見て、タンパク質の多い食品を探してみるのもいいですね。また、5つの栄養成分以外にも、栄養成分を表示していることがあります。例えば、カルシウムといったミネラル、食物繊維やビタミン類です。
今回の A 子さんと B 子さんはそれぞれヨーグルトとプリンを選びました。カルシウムを比較するとヨーグルトの方がたくさん含まれているのがわかります。こういったようにいろいろな食品の栄養成分表示を比較して自分に今不足していると思う栄養成分を積極的に選ぶようにするとバランスの良い食事につながります。運動をしている方、ダイエットをしている方、健康を維持したい方、生活習慣病を予防したい方、皆さんそれぞれ自分の体に対する考え方は異なるかと思います。バランスよく、またそれぞれの希望に合った栄養を体に取り入れるために栄養成分表示をうまく活用して皆さんそれぞれの思いや希望に合った体作りをしてみませんか。